今回はテンスラコラボの追加上級曲イフリートやっていこうと思います。でギミックに関してはワープと減速壁とあと貫通くんなよっていう感じで、結構気になるギミックはやっぱ敵に触れるたびに攻撃力がアップ、まあたくさんの敵に触れないと攻撃力上がんねえよっていう感じになってるから、どういう感じになってるかな、にぎみ玉のイメージでいいのかな。まあそんなわけで編成はこんな感じでやっていこうと思います。まあ関羽のコネクトスキルを発動させるために本人のラック15にしてるのと、あとまあこの黒い双葉ラック90作ってね、ラック75か。で、あとは、キラーヤマトも一応一体編成してる。まあ、ハート系のアイテムだけ、ちょっと気になるから使っておこうかな。まあ、削りは使わないでおこうと思います。で、キラーヤマトは、ギミック対応、減速壁だけしてないけど、スピードアップが結構重要になってくるギミックだから、それやっていきたいですね。だから敵の数。まあ、敵に触れた体数が多ければ多いほど攻撃力上がるよ。で、ブロックもあるから、キラの一応これ横間とかでこいつら倒せたりとかしたらすげえと思うんだけど、どうだろうな。倒す。外側は無理。多分これ倒したら防御ダウンだな。やべ、これあれくせえ。同時蘇生臭い。違うか。いや、やっぱそうやね。いや、やっぱそうよね。あー、じゃあこれ事前の予想だってたわ。だからワンパン対策のために倒したら防御ダウンとか、なんかそういう特殊な要素を満たしておかないと倒せないよみたいな。いやー、あったね、それ。はい。ただ、減速壁は、100% これ、達成してなくてもなんとかなりそうだから、いや、これ、キラ連れてきたの正解かもしんないね。倒すことで？え？え？え？あ、もしかしてこれ、間でカンカンってこと？はい。あー、なるほどね。1体でもいけますよと。あはは、キラ、やべ、キラ連れてきて正解じゃね、これ。ブロックはリムル持ってないから、やるとしたら、じゃあこの間に、挟まる、鹿丸しないとダメってことか。じゃあちょっとこれキラずらしておこうかな。今のこの位置だと、挟まるの難しそうだし。キラがちょっと挟まりやすそうな感じの動きにしておきたいな。一応超スピードのキャラって減速壁だったら一回触れても大丈夫なんで、多分これで、この間で。よし、オッケー、ぶね、横側、上側からだと抜けるって感じかな。いや、でもむずいな、これ。降臨キャラで火力足りる？雰囲気的には、まあ多分、この、ドクロついてるやつ倒したら、靴パネル加速するっていうような雰囲気めちゃめちゃ醸し出してる。あとは多分これ、1は同時ような、きっと。はい。うん。で、倒すと多分靴パネル加速、OK。だから多分こいつらを同時に処理しろよ理論が、おそらく出てくると思うんだよな。で、リムルの速度足りない問題は、靴パネルで補いよみたいな感じかな。ワンパンさすがに取れへんよね、これ。いやー、やっぱそうよね。これ、運ゲーじゃねえの？これ、運ゲーみたいな感じじゃないの、半分。いき、かーっと一歩足りねえな、これ。しかもこれ、あれだな。わかった！これ、あれだわ。こいつら倒すと、靴パネルが両方起動するのよ。だから、やり方としてはこうね。縦勘で靴パネル踏む。はいはいはい。で、そうすると、こいつ倒すと、もう一回多分靴パネルが起動するはず。ほら。だ、これね、これ。だ、靴パネル起動して、靴パネルで動きながら、羊のあいつ倒して、さらに靴パネル再起動させろみたいな。それで加速しまくれよみたいな理論。で、リムルで抜けることで開幕だけはすげえ使えるから、あ、なるほどね。じゃあ、そういうことか。じゃあ、これって、だ、これ倒して、これ倒して、こいつら暴れ回って攻撃力がだから上がるから、はいはいはい。あ、なるほどね。あ、今回のだからたくさん敵に触れるのはその理論でいくのか。いやー、でもこれワンパンしやすそう。助かる。これがあることめっちゃ楽でしょ。ほい。ラック的に触れるごとに加速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 で加速殴ってく。そうね。だから適当斜め暴れでもいいのかな、この動きって。で、毒の効果は多分リムルのバリアの恩恵はこれかな。どっかのタイミングで毒まかれてるから、だからもうこれ完全に斜め暴れでいいんじゃないの。はい。殴る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 。だからこれ暴れて加速してる間に、だ、もう一回靴パネルが起動するから、よし、オッケー、これいい感じ、いい感じ。これ、運ゲーじゃん。いや、もっと上手い動き方あるかな。
なんか、にぎみ玉だったら少ない敵フレ数でもちゃんとカンカンしたら削れるようだけど、この動きって、多分、結構運ゲー要素高いと思うんだけどな。だから、靴パネル踏んで、かっ、雲入れておく。で、靴パネルたくさん敵に触れる。で、最後このゆっくりになってきたところをもう一回靴パネルで加速入れると。あとは、うまいことカンカンすることを祈れ！よし！こういうちょっと運ゲー求められてんじゃないの。いや、でも、即死近いくないから、5ターンだし。いや、でもこれ、コーリンパでやると、ちゃんと正当な動きしたら削れるのか？これ、縦勘でもキラは、やっていただくしかないですね。はい。これ削れる？あ、これぐらいは削れるね。いや、皆さん今日ツイッター見てました？いや、もう私もこん、おお、すげえすげえすげえ、こんな演出の出現の仕方めちゃめちゃ、え？今までなくない？すげえ、これめちゃめちゃ凝ってるわ、テンスラ。で、いや、ツイッター見てたけども、完全にこの気分ね、呪術2期、ヒロアカ7期、勝ちでカンカンするでしょ？はい。ヒロアカ7期。はいはいはい。あ、でね、これちょっと覚えておきたいのは、敵に触れると攻撃力がアップ系のやつって、触れた瞬間に、なんていうか、触れると同時に上がるっていうか、なんて言えばいいんだろう。一体目には上がった効果乗ってないのね。なんて言えばいいんだろう、一番伝わりやすいかな、この言葉の意味。だから、初撃に乗らないのよ。攻撃力アップの効果。だからこれ下倒せないんですよね。はい。こんな感じ。2撃目から乗ってくるのよ。だから今明らかに、2撃目と1撃目のダメージ、確か50万から800万ぐらいに上がってたから、多分1フレでの上昇量、多分7倍ぐらいかな。上乗せ量。で、それがどういう意味を持つかっていうと、ちょっとここのセリフだと伝えにくいな。まあ、どっか多分説明しやすいとこ来たら、もう一回その意味や説明します。弱点横ってことは、靴パネルで加速入れる。はい。だからさっきの勝ちとか弱点殴れようだったけど、初撃に弱点殴ったらダメなのよね。これで横勘で、横勘で上がっていって、よし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 、これ、一体でもキラいるといいな。結局、後に靴パネルを踏むっていう作業がいるから、それをサポートできるキラマジで使えるね。でもこれあれだな、どうあがいても絶対に、これ、黒いふたばのワンパンさせないようにめちゃめちゃ窃盗しとるやないかい。ちなみにこれ減速壁は？触れたら停止系かな？あ、停止系くせえ。いや無理だな、これ。完全停止だわ。で、こいつらの攻撃も何してくるんだろう？多分やらかすとめちゃめちゃめんどくさいことになるよね。で、ファーストキラーだからこれ。はい。で、横間で下がると。で、靴パネルの加速も起動しとくと。できればだから、いや、まずい！靴パネル！靴パネル！靴パネル！よし！いや、黒い双葉の活躍がそんなにないな。でもこのクエストの仕様ってカウの方が強くね？敵を倒せば倒すほどパワーアップが、多分これすげえや、あー、これもう使ってくださいって言ってるのもんやん。これちょっと私、大賢者もいるから、カウ2杯使うわ。多分カウすごい強いと思うんですよね、今回。はい、お触り禁止。だこれで多分、倒す、3敵倒すから、あーもう！でもこれ多分、コールでしょ？コール暴れて。これリムルよりカウじゃねえの。やっぱ、カウのコネクソスキルが、貫通一体か運枠入れろだから、カウすげえ使いにくいようにしてるけど、カウ使えたらすげえ強いよみたいな感じの編成してる。多分これ、カウさんと、スピードアップの水属性ワープか減速神のキャラ誰いたっけ？まあ、なんかそのキャラいたら連れてきたら、多分これが一番最適になるんじゃねえの？なんかそんな気がしてきた。だから次回ってきたら大賢者使ってもう一回使えるようにしとく。わあ、この位置微妙いな。だからこうやってね、初撃で殴ったら弱点殴ったら倒せないのよね。はい。これで攻撃力が上がってるから、2撃目からちゃんと殴んないといけないから、ちょっとこれ、いや、まずいな、これ。キラヤマトの SS でなんとかなんねえかな。それにしても当たり前のように1億とか叩き出してるから、これ、あれだな、使えねえな。どうすかな、キラヤマトここで一発使うか。弱点どこに出るかなんだよな。あと割合で倒せたらすごい最高なんだけど、多分こいつはね、割合でおそらくいける。キラヤマト確か 30% ぐらいあったはずだから、多分こいつ 30% ぐらい削るっしょ。あとは薄く縦勘で、まあ、ボス倒せなくても、ボスが削れるから、ザコツ全集できなくても。はい、はい、はい。いけ！よし！多分これで、右は倒せるはず。
画面全体割り当て。いけ！よっしゃ！いや、キラヤマト使えるわ、これ、すげえ。一体入れるのガチ正解かもしれへん。あー、しかもこれ。いや、でもあれだな、敵の数。あ、4体いるのか。どうする？黒い双葉使うか？黒い双葉使うか？でもラスゲノゾしたら攻め力がちょっと落ちるんだよな。まあ、即死一巡ある、まだ一巡余裕あるから、これはもうちょい余裕持たせておこうと思います。そうじゃないと、カウの SS がラスゲでもたまらんかもしれへん。一旦ちょっと置いといて、で、ここでカウン大賢者使う。頼む !8 ターン縮んでくれ !8 ターン！というわけで皆さん大賢者の大賢者4ターン短縮から8ターン短縮なんで、これはみなちゃんの皆さん、守護獣ゲットしておきましょうね。私取ってなくても知らないから。はい。何ターン ?14 から何ターン何ターン ?6? 14から 6? 14から 6? 14から 6? 8! よっしゃ、いけいけ、いや、すげえいい感じ。カウ強いんじゃねえのこれ。いや、絶対カウ強いでしょ。リムルよりカウの方が、いや、でも SS の自強化使ったらリムルの方が強いかな。まあ、リムルは、いや、ラスゲはちょっとカウと、双葉に任せようかな。逆に、いや、どうすかな、双葉まで回して、双葉の SS でゲージ飛ばすか。いや、まあ、いいか。普通にリムル使います。多分、リムルの自強化も強いぞっていうところ。いや、やっぱやめた。やっぱここは普通に行きます。多分、自強化で倒すと、私、皆さんに見せたいもん。メギドのシーンを。はいはいはい。だから、これ倒していって、加速パネル再起動を。でも、これあれだな。ベルドラ連れてこいよっていうミッションあったはずだけど、ベルドラ、まあ、ガチで使えんぞ、これ。ベルドラの使いようないでしょ、これ。とりあえず、だから、これは、まあ、キラヤマトさん適当にちょっと置いといていただいて、次、黒い双葉の SS 使います。これでちょっとゲージ飛ばす。ラスゲ楽にする。多分ね、横勘で攻めれば、横勘がまあ適当斜め暴れでもいいから、それで攻めとけば、多分ね、いけると思うんですよね。だから変に縦勘で行くと、カンカンした時に大変なことになるから、はい。これでワンパンとかしたら私やり直すからね。ちょっと、せっかくいろんなキャラ温存したのに。よし、OK。みんな倒せて、やめて！やめて！あかん！よし、OK。危ねえ！でもダウンポジションキラー乗ってないのちょっと気になるな、これ。どうだろう、どれぐらい削るかな。3億でこのレベルでしょ。はい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 。8億か。いや、これ多分そこまで削れてない気がするんだけど、わし。どうだこれ、どうだ。いや、微妙か。いやー、そうだ、微妙。うわ、微妙いい、これ。だ、これどう、んんんんで、何これ、どういう削りをさ求められてる。値多分これ、はい。あー、まずい、歌が流れてる。私の歌でかき消すじゃない。これは、はいはいはい。適当に削ってみます。とりあえず、これ弱点一発殴ってくれる。あー、オッケーオッケーオッケー。多分、こいつらは互い蘇生じゃないでしょ。うん、いい感じ、いい感じ。なので、あー、ここも縦ラインなんだ。うわ、マジで、あれだか、他の部分だけ、縦ライン潰されてるのか。じゃあ、どうすかな、これ。縦勘で入ってって、いや、でもな、どうすかな、縦勘で入ってって、これいけるか？速度が足りない気がするんだよな。メギドの割合で削るか。で、多分、自強化も入ってるから、これで、あの、下のイフリート削れるはず。これ、モンストのイフリートね。下にいるの、地味に。はい。いや、死ねイフリート！モンストの方！うわ、強っ！リムル強っ！は？は？あれ？これ？あれ？もしこれ、これ共有じゃない？これ共有か？うお、すげえ削れる！これ共有か？ヒットポイントの。倒すでしょ？で、加速パネル。あー、でもこれ加速パネル起動してくれるのありがてえわ。でもこれ、あー、もう完全にお余りくださいよじゃん。これちょっとカウンに全て任せようが、多分カウンの SS 適当に使ったらこれもなんとかなるでしょ。はい。ただちょっとこれカウンに全て任せます。多分カウンの強いとこ見せたいね。だからこれ適当に削る。友情でも全然倒せるレベルな。ちなみに溜まって多分大丈夫だと思うけど、ゲージでじゃないや、普通の原則か。だからこれも縦勘で置いといて、はい。だからこれも靴雑魚と、でもここでカウンそんなに使えねえな、そしたら。倒すべき敵の数が少ないから、そこまでだよね。まあ、コースピアップ、剣拾って、はい。ちょ、これ、ラスゲの削りが一番楽説ない。だって、この間に挟まるだけでいいから、なんか、自強化斜めぶっぱれて、ていうか、カウ強すぎ問題のような気が、私今回すごいしたね。なあ、皆さん、貫通一体入れてもいいから、カウ使った方が、もしかしたらリムルより強いんじゃないのかなと、私思うわけ。というわけで、終わります。ごきげんよう。